こんにちは、転売アカデミー堀秀です今ね、日経平均が急に下がったり、あるいはね、若干戻したりしてます。まあ、アメリカ発信の、ね、株価下落、まあ、これが少しの下落で済むのか、もっと大幅に下落するのか、まあ、その時どうなるのか、ねえー、正直わかりません。ただわかりませんけど、まあ、意外にね、株だの貯金だの、 えー、あるいは投資だのっていうのはね、えーまあ、非常に危険だと、ねえー。何もしないのが一番安全だとかそういうことではなくて、まあ、今の世の中、今の日本の状況だと、まあ、少なくとも自力で稼ぐと。自力で稼ぐってね、別にパートに行って時給900円もらうとか、えー、会社に行って給料もらうとかそういうことじゃなくて、まあ、自分で、ねえー、何か稼げないと。まあ、非常に まずいというね、えー、実例を、まあ、過去、えー、どういうことがあったかを振り返りながらお知らせしたいと思います。まず現在ね、えー、株がちょっと怪しいですけど、その前に話題になったのが、えー、ビットコインですね。えー、取引所からの、ね、盗難が元でビットコイン全体が大丈夫なのかというような、ねえー、疑問を多くの人が抱いて、絶賛値下がり中という形です。これね 盗まれた、えー、仮想通貨じゃないですけど、一番有名なビットコイン。30万倍に膨れ上がった後、もう下落をしてるというような状態です。でね、ビットコインがバブルなのかどうなのか、過去に、えー、バブルと言われたものが何なのかってことなんですけど、まず、バブルの語源となったね、えー、南海放末事件と。世界初のバブルと言われてますけど、南海放末事件。 こういうチャートを描いてます。ねやっぱりバブル崩壊のチャートは似たような形になりますね。それから有名なねチューリップバブル。ちなみにこれがね、えー、年収の30倍で買えたチューリップです。ね、このチューリップ買うのに年収30年分の給料が必要だったということですね。でこれがチューリップバブルのチャートです。ね、ガンガン上がっていって。 で、まあやっぱりね、投資は危険なんだなと、自分は投資をやってないから大丈夫、手堅く貯金をしてるよという人もね、えーまあ、残念なお知らせがあります、えー。島国でかつてはね、すごい経済的に成功していて、世界を支配していたと。まあ、ところが、えー、いつの間にかね、えー、世界を 支配層のアメリカということになってしまって、主役の座を開け渡したイギリス。そのイギリスの通貨なんですけど、もともとは、えー、1000円以上したんですね。これ、ね、最近の人だと、イギリスのね、えー、通貨が昔は1ポンド1000円以上したんですよって言っても、まあ、30以下の人なんかだとね、えー、何言ってんだこのおっさん、ボケたのかみたいな顔をされますけど、まあ実際ね、えー、私らと同じような年代、ねえー、50、 そこそことかね。あるいは、えー、50以上で、ね、若い頃から海外興味あったとか海外、海外旅行してた人は、まあ当たり前ですよね。昔は1ポンド、えー、千何百円したわけです。それが現在はね、安いときだと130円。今現在でも200円そこそこですからね。えー、かつては1000円以上したポンド、ね、10分の1。まあ、えー、900円から考えても、えー、安くなった時だと、えー、 5分の1あるいはね、現在の価格でも4分の1以下というような金額です。そしてご存知、バブルね。ねご存知バブルって言ってもそうですね。バブルを経験したことない若い人も最近多いですけど、かつてはね、日経平均って今ね、2万2000円とか4000円です、えー、と下がったとか4000円いくのかとか下がったとかね、なんだかんだ言ってますけど、かつてはそんなもんじゃなかった。3万8915円 まで行って、この頃は4万円突破確実っていう風にほとんどの人は思ったわけですね。で、そこから落ちてて、最安値は7000までいったと。で、現在その約3倍までしか復活してなくてね、3万8000円ほど遠いというような状態です。で、ここで言いたいのはね、別にビットコインがバブルですとか、手を出さない方がいいですとかそういう話じゃないです。まあ、ビットコインがバブルなのかバブルじゃないのか。 ま、株価が上がるのか下がるのか。ね、この下落が止まってまた上がるのかもう下がり続けちゃうのか。あるいはイギリス並みの円安が訪れるのか、訪れないのか。ね、例えば円の価値ね、えー、老後に4000万貯めてね、えー、20年分ですと。200万円プラス年金で暮らしていくというつもりだったのが、えー、このイギリス並みの例えば10分の1になっちゃったらね、えー、4000万のつもりが400万になったと。えー、月、 40万で暮らそうと思ったのが月4万円で暮らさなきゃいけなくなるということになるわけですね。で、まあ、これが、まあ、そうなるかならないかは別として、もしもなったときですね、まあ、年取って無理が利かない年齢になって、稼ぐ力も十分な蓄えもなければ、まあ、この世は地獄と、ね、えー、子供には粗大ごみ扱い、ね、長生きしやがってと言われながらね、えー、何か気晴らししようにも気晴らしする金もないと。 ねえー、病気になって、えー、病院行ってもね、えーまあ、ただの治療しか受けられない、逆にただの治療がなくなったらどうすんのって感じなんですけど、えー、そう考えると、ね、日本は長生きリスクが一番危険なリスクだというのもね、あながち、えー、ブラックジョークというか脅しでもないと、ねえー、ほぼ来る未来がそうなんじゃないのかなというような、ねえー、気がします。 悪いことは信じたくないですけど、まあ冷静に考えたらそうなる可能性は非常に高いと。そうなると、まあ資産を貯めるとかうんぬんじゃなくてですね、やはり必要な時に必要なだけの金額を稼げるように、自力で稼げる力をつけなきゃいけないと。まあ、これ非常に重要になってくると思います。まあ会社に勤めて給料をもらうとかね、パートに出て時給をもらうとか、これは必要なだけの金額を稼げるということじゃないです。 えー、例えば、まあね、えー、転売なんか一番分かりやすいし、とっつきやすいし、どこでも通用するんでお勧めしてますけど、えー、ある場所で100円で買ったものがね、別な場所に持ってければ、えー、500円で売れるとか1000円で売れるとか、まあそういうものを見つける力とかね、そういう場所を見つける力、あるいは、えー、そのお金稼ぐの厳しいということになればね、魚取るとかね、えー、野菜作るとか、まあ何しろその文字通り、 食っていくためのスキルがないと、まあ、相当し厳しい未来が待ってるんじゃないかなと思います。田舎の人はね、海が近くなら魚を取る練習すればいいでしょうし、えー、畑が近くに、あるいは田んぼが近くにあるならね、えー、農作業できるようにしときゃいいと思うんですけど、まあ、都会の人はそうもいかないと。ねえー、そうなると、やはり、えー、日本が 厳しい状態になっても世界中見渡せば景気のいい国はあるんでね、まあ、その国に、えー、物を売るというのがね、一番簡単な稼ぎ方です。えー、そこに行って稼ぐっていうのはね、えー、語学の問題もあるし、行けるのかというね、えー、お金の問題とかね、家族状況の違いもありますけど、 日本に住みながら、ね、海外に物を売るんだったら、まあ、ちょっと試しにやってみようかなっていうのでできますし、やってみて稼げるようになったらね、めでたく、この要領で、ね、稼げるものと場所を見つけりゃ一生安泰だねということになりますしね、できなかったとしても大したダメージはないと。それを何もせず、この、危ういお金とかね、株とか、あるいは不動産、 ねえー、あるいはビットコインなんかで資産を作って、えー、資産ができたから大丈夫だと思って平気なんですかというのを考えるとね、えー、資産作りというのは、えー、自分で稼ぐ力を身につけるというのが資産作りよりも、えー、やはり生きていく上では役に立つんではなかろうかというふうにね思うんで、えー、おすすめします、まあ、まずはね今一番のおすすめはオーストラリアへ日本の商品を売るという、えー、副業 まあ、輸出ビジネスなんで、まずはね、この右上の方に、えー、無料で読めるメールマガジンの登録フォームがありますんで、そちらに、えー、お名前とメールアドレスを書いて登録して、まず情報をチェックしてみてください。ご登録をお待ちしてます。以上、天満アカデミー堀秀夫でした。